い。今回は巷で噂のアモングアスを遊んでいきます。アモングアスの詳しい説明については先駆者様方の動画をご覧ください。こちらが本日遊んでくださる愉快な仲間たちです。では早速遊んでいきましょう。ミグさんが露骨な話題そらしをしてました。これはインポスターに間違いないです。普通に死体のある場所から話を詰めようとしただけなんですが。これは巧妙な身内切りですね。ナリスさんがインポスターで間違いないでしょう。どうしたらそういう発想になるのやら。うち目線殿下は隠しろなんで、キルできるのはナリスさんしかいませんね。殿下がキルできたって可能性。これはもうナリスさんで決まりでしょう。今度こそお縄につけ。少しは人の話を聞きな。気をつけんとやな。慎重に慎重に、しっかりと白アピしていくで。まずは停電を直して白アピやな。ほうおう、これは勝ち合ってる協調性持って停電直さなくっちゃ。邪魔すんじゃねえ。あ、邪魔すんじゃねえ。邪魔すんじゃねえ。ミグさん、待って待って、うちは純粋に停電直そうとしてたんです。停電直すの邪魔されたんです。殺す気なんて全然なかったんです。なんやかんや位置情報をごまかしたら釣られずに済みました。ってうちに一票を入れたの誰？やはり無理か。殿下か、初手でインポスター見抜かんといて。あかんあかん、諸川木さん、殿下に疑われてる。なんとかして。わかった、なんとかしてみるね。頼もしい相方や。このターンのうちはとにかくキルを我慢して白アピしてこうか。ナリスさんはいい位置にいるけど、ここでキルしたらさっきすれ違ったジョカワキさんも疑われちゃう。焦るな、チャンスはまだある。本当にキルしてくれるとは、相方が有能すぎる。しかも会議内容的にスケッツさんとセイバーさんが対立やな。ジョカーキさんも容疑者やけど、朝ごはんさんもキル可能位置。左の3人以外はキルに関われた可能性があるナイスキルや。これで次のターンの動きが決まったな。セイバーさんとスケッツさんを残して盤面作り。大量キルはいらない、綺麗なキル一つで十分や。狙う相手の第一候補は、ここまで全ての反抗ができないナリスさん。第二候補は、さっきのターンで白くなった FD さん。なおかつ、近くにスケッツさんか、セーバーさんがいる状況が理想的や。ここで絶対にやってはいけないのは、ダブルキルで隠し炉を作ってしまうこと。だからこそうちは、
相方のキルを確認できるバイタルに張り付くで。相方がキルしていたら焦らずキルを我慢。タスクの進行にまだ余裕ありそうなんでじっくり攻めるで。候補の FD さんを見つけたのでとりあえず追ってみようか。おう、ジョカーキさんやん。じっくり選んでるあたりうちに任せてくれてそうな感あるな。ダブルキル行く？行っちゃう？その気があったら合わせたけど、この位置のダブルキルで右の人が隠し路になるのが怖い。さて、条件が揃ったので仕掛けるで。近くにスケッチさんがいたのを確認した上で、ナリスさんか FD さんのキル。ここまで温存したサボタージュで停電にさせてもらうで。絶好のキルチャンス。いらっしゃい。このまま左下の展望デッキで停電直して白アピア。ジョカーキさん来るの遅いってことはもしかしてやった？確証はないけど、とりあえず白照明に FD さんと一緒にいようか。なんかその動き、殺されるの警戒されとるんかな。待て待て、おう、朝ごはんさんもキルされてるやん。理想的な盤面の出来上がりや。じゃあさようなら、スケッチさん。ごめんな、スケープゴートありがとう。衝突回避か。もし治ったらボタン押してみようか。ジョカーキさんが妨害中やな。じゃあうちはボタン前で保険かけときますね。あら、うちに任せてくれるなんてお優しい。責任持ってボタンをさせていただきます。このキルボタンをね。いいねしてくれた方にはジョカーキさんペアでの勝率を教えちゃいます。